ご覧のスポンサーの提供でお送りします。切り抜きね、切り抜き、切り抜きね、めっちゃ多いらしいよ、ミコも切り抜きって教えてもらった。なんかホロメの中でもね、結構多い方らしいよ、切り抜きね。ありがたいね。切り抜きしやすいんやもん。確かに。確かに。何かしら起こるからな。切り抜きポイントがある。ほんと？前回のマイクバッチリ切り抜かれてました。ほんと？なんかあれだよね。なんか自分のじゃなくてもさ、なんか、なんだろう。この切り抜き嫌だなーって思うもんとかもさ、やっぱ年々増えてたから。どうにかなんかルールとか決めた方がいいんかなーって最近思ってるけどね。そう。なんだろう、なんかこう、再生数、伸ばしたいから、なんだろう。なんかちょっと悪意があるような感じの、ね、切り抜きタイトルとか、サムネイルとか、なんか誤解生んで、そのね、嫌なのがね、そのコメント欄で荒れてってさ、なんか、ぶつき醸してるけど、それでいろんな人にも見える場だからさ、なんかああいうのはね、ちょっと気分が悪くなっちまうよな、正直。でも猫は、削除申請とかしてる。うん。いやいや、それ、切り抜いたままでしょ、これちょっと、みたいなやつは。どういうのがいいんだろうね。どれが一番平和的な方が、なんか、平和的なのかがわかんないから。難しいなと思いますよね。ね。そう、愛のある切り抜きとかね、めっちゃ嬉しいけどね、ほんと。猫も大好きなし、みんな。ね。みこちゃんの中で可愛いと思うハロメンって、誰か教えてくれますか？はーちゃまーちゃまーでは、お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。